スカイリム引き続きプレイをしていきます。ドラゴンボーンですね、 DLC プレイしていきます。ですね、旅をする中で出会った、シルスクという種族がいて、今そこのね、あの族長とですね、まあいろいろやり取りをして、まあ一族のお前は仲間だということで認められたんですけども、何かこう殺してほしい人物がいるそうで、一緒に戦おうということで、これからその場所に向かうというところですね。行きましょうか。じゃあどこ行くの。うわーって言ってる。やってくるんだよね、きっと。どこだ、5人。待って、ノルド倒すって人じゃないかよ、普通の。あれ、君行かないの？なんか行けってさ、行ってこよう。でも悪いノルドなんだろうか。どこにいるの？あ、走ってる。戦いに挑んでるのはいいけど、彼らは寒くないんでしょうかね、あんな裸で。ん？どこにいる？どこ？教えて。ここか。すぐそこにいるんだ。陣張ってんだ、ここに。ああ、山賊たちじゃないの。ノルドとは言っても。入るんだ。やべ。倒した。あっ、 OK。 しかし、あのジルちゃんたち全然戦いに参加してない気がするんだけど。よし、いけそうだな。楽勝だ。あと1人。あ、倒した。いや、終わったよ、みんな。何やってんの？何をお待ちになってるんだい？あ、そこにいた。どう？やったぞ。お前は強い。お前いる同族仲間は強すぎる。もしかして、そうだ、新しい頭になりたい。出た、戦うのかお前。ねえ、嘘でしょ。ちょっと待って、それはやめてよ。ちょっと。そうか、あの族長倒せば俺代わりの族長になれるところか。ちょっと待ってろ。まさかの展開だ、これは。そういうことか。信者のローブ着てたんだ今。
そりゃ弱いはずだわ。これでも撃ったら落ちてくるよね。フォース、ロッ！どうだ？全然効かないな。いやー、来たー、来ちゃったー。当たんないの、これ当たんないのか。あいつハマってる。はい、アイスハマってる。オッケー。ネットでそのままじっとしていろ。なんで高みの見物してんだ、みんな手伝ってくれよ、みんな。陣取ったぞ。よっしゃ。オッケー。お前はもう袋ネズミだ。気持ちいいな。OK。 いけ、最後だ。うお、ちょっと待って、ここは最後はダガーで仕留めさせてもらう。はい、お疲れさん。いやー、やったね。何持ってんのこいつ。完了、終わったよ。これどうなんの。これで私が新しい族長になるのかな。あんまりいい思いしなかったです。で、あの子分たちは私の部下になるのかな。その辺知りたいな。え？うわ、ちょっと待ったー。それはないっしょー。ちょっと待って。まずい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 。それ死ぬって。なんでスプリガンがいんのここに。もう危険な場所ばっかだね、ここ。あ、ここだった、間違えてた。おーい、みんな、あれあれ、いなくなってる。みんながいない。どうしたんだろう。うわ、かっこいい。何これ、めちゃくちゃかっこいいんだけど。
持ってる武器がすげえかっこいい。スケール、あ、メイスもかっこいいね。かっこいいじゃないですか。これなんか槍持ってんね。あれ、槍って使えるのかな、武器として。わ、かっこいい。このノルドの、ノルドの武器全部かっこいいな。うわあ、槍使えるんじゃないこれ。おお、かっこいい。何これ、ちょっと、かっこいいですね。ところでみんなはどこ行っちゃったの、もう帰っちゃったのかな。特徴置いて帰っちゃったみたい。結構白状ですね、みんな。また冷えてきた。ここで暮らせるな、暮らそうと思えば。利益がある。あ、まずかったかな、今盗んじゃったけど、後で捕まるかな。あ、やっつけてきたのかな。お疲れ様。まあまあ食事のね準備でもしとこうかな。じゃあ食材はないね、全然持ってない。あ、持ってる持ってる。ポーカーのね、やっぱりね、シチューはいいですよね。ありがたい。あ、鮭がある。さて、あの、なんだっけ、あの種族、このシルスク、あそこに戻ったらどうされるんだろう。敵対されるか、どっちかな。族長として迎え入れてくれるのか、微妙なところですけど。一旦寝ようかな。あ、せっかくなんであそこで寝よう。わ、もうこれ自分ちにできるな。本拠地にできるね。ただここ寝れないんじゃない。あ、やっぱり所有者じゃないから。でも奪い取ったんだからね、所有者になってもいいような気はしますけど。寝れないね。うん、3時か。今から寝てまた CT で起きるかな。ちょっとやってみますけどね、一応。
てるよ、浮いてる浮いてる浮いてる。なんで浮いてんの、おかしいでしょこれ。寝ます。起きなかった。こんなこともあるんだ。アッシュやも。これは生だな。一応帰ってみようね。あ、そっか。荷物が多いからダメなのか。体温的にはどうなんだろう。問題ないのかな。二人仲いいなぁ本当に。これなぁ、これは持っておきたいかな。でもこっちの方がかっこいいもんな。これ渡しちゃおワイン持ってんね。お酒関係持ってるから、これは戻しとこうかな。はい、これでファストトラベル。さあ襲ってくるかどうかだよ。私が新しい族長になっているのかどうか。あれ？誰もいなくなったよ。ってことは？まさか、ここ自分家になったんじゃない？あ、これ自分家になったのかも、ひょっとしたら。やったー。奪い取っちゃった。なんか悪いことしたなー。でも座れないや、ここ。あー、散り散りになっちゃったんだ、あの種族。あ、でもね、もう、盗む扱いになってない。あ、これ完全に自分家ですね。今やったよ、自宅できた。この世界に。力で奪い取っちゃったよ。あんまり良くないけど。錬金できる台とかあったのかな。錬金できる、あれ奥に部屋ない。あれ奥に部屋があるね。これいけるんじゃない、奥に。あ、いけた。わわわわわ、すごいすごい。あ、こういうところで寝てんだね、やっぱり。あ、ベッドがある。でも使われてないな、これ。あ、もうベッドの扱いになってないし。これなんだろう。あ、ただ立てかけてあるだけか。
松明がないな。松明作ろうか。作れない。人参、小麦粉、じゃがいも、まあある意味自分家ができたみたいな感じですかね。ここはね、ベッドないですけどね。これも何にもできないし、錬金の台もないもんな。なんか悪いことしちゃったな随分と。繋がってるだけか。あ、そうだ。ここでベッドって作ったら今でも。あー、ダメか。いや、違法も何も誰も来ないから大丈夫だよ。ここで寝よう。よし、もう自分家なんだからもうみんな帰ってきてね。オッケー。これベッド置いとこうかな、ここに。まあいいか。いやー、ある意味我が家だなこれもな、一つの。じゃあ行きまーす。本来の目的のこちらですね。ミラーク制度に向けて出発しましょう。じゃあ、出たら右か。あっ、あっ、いやいやいや、みんな元気かい？一緒に来い、同族の仲間よ。あ、やった嘘、これ全員ついてくんのよ。としてまさか、まさかでしょ。やった、来ちゃった。私が長だ、やっぱり。みんなそこでね、待ってろ。あ、こっちか。旅を続けよう。行くぞ。名前は何て言うんだ。ただのハンターか。ハンターって呼ぼうかな。じゃあハンター。おお、なんかいるぞあそこに。あれなんだ。ハンター、ハンター、
行ってみるか、初仕事。あ、ここか。うわー、すごい場所だね、あそこ。あれ、今なんか魔法使ってたんじゃない、あいつ。一体何者なんだろう。うわ、あれはなんだ。これは何、またヤバそうなものが。あれ、ミラーク教の信者だね、きっと。あ、ここにも転移できるのかな。あ、あいつがいる。あ、なんかあがめてる。うわ、来たよ、ほら。さあ、来た、やべえ。あ、死んだ。マジか。まさか君もついてきてくれんの。うそ、それ最強だよ、こんなことになったら。あれ、当たってない。勝ち目はないぞ。OK、 イエス、しやがったあいつ。逃げ場はないぞ。お前言ってるだけじゃないか。攻めなさい。あ、みんなみんなして守ってくれてる。もうお前の負けだ。君、よく見ないと。すごい、みんなして守ってくれた、ありがとう。お、いいもの持ってるじゃないの。いただくよ。使えるのかな、自分でも。投げれるんだね。ありゃ、これはひょっとしてドラゴンの骨じゃないか。この世界にもドラゴンいるのかな。多分信者が結構いるはずだ、聖堂だからね。あれ、君の仲間がやってるよ、あそこで。ああ、ド
ドラゴンだ。まだでも建設中なんだね、これ。完全にできてないんだ。これからっていう感じですね。至る所にドラゴンの骨があるんだけど、発見。はい、時間がね、ちょうど良さそうなんで、今回はこのようにしたいと思います。また新たなね、フォロワーを1人増やして、1人って言っていいのかわかんないんですけどね。では次回、ミラーク聖堂に潜入したいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。ではまた次回です。